2024年5月、X クラスの大規模な太陽フレアが頻発し、地球で低緯度オーロラが見られたことが話題になりました。その時、太陽活動が影響を与えたのは地球だけではありませんでした。アメリカ航空宇宙局の火星探査車キュリオシティと探査機メイブンが火星表面と上空から太陽の激しい活動の影響を観測しました。5月20日、後に X12 と推定された太陽フレアが発生しました。フレアは火星に向け X 線とガンマ線を放出し、さらにその後のコロナ質量放出によって荷電粒子が放出されました。この時、キュリオシティが搭載している放射線評価検出器で検出された放射線は2012年に火星へ着陸して以来最大になりました。これらの画像はキュリオシティが5月20日に撮影したもの。キュリオシティのナビゲーションカメラに荷電粒子が当たったことで、撮影した画像に白い筋や斑点が生じています。キュリオシティが火星表面で観測を行う一方、メイブンは周回軌道からオーロラを捉えました。地球は強力な磁場によって荷電粒子から保護されており、オーロラが見られるのは通常は極地方に限られます。しかし火星では遠い昔に磁場は失われており、荷電粒子が火星の大気に衝突して惑星全体を包み込むようなオーロラが発生します。この映像は5月14日から20日の間に撮影されたものです。紫色の部分はメイブンの紫外線撮像分光器で検出された火星の夜側のオーロラを示しています。非常に高いエネルギーの粒子が到来したため、映像の最後の方では検出が一時ストップしています。また火星周回機マーズオデッセイは高エネルギー中性子検出器を使い、 X 線やガンマ線、荷電粒子に関するデータを収集しました。一方で探査機の向きを知るためのスターカメラが一時的に機能しなくなるというトラブルも発生しました。